の空いたウェルチアース。危険度レベル、ザイン。粗末なプラスチックでできた自動販売機です。傍らにはエビのような人型の見張りが2人います。自動販売機からはウェルチアースという名前のソーダが出てきます。それぞれチェリー味、ソーダ味、ぶどう味で、時々、最初から、缶の蓋が開いています。自動販売機から出てきたウェルチアースを飲むことで効果を発揮するオブジェクトです。チェリー味を飲んだ対象者は、独特な香りと甘みを感じながら、体力が回復することを確認しました。同様に、ソーダ味は精神力を、ぶどう味は体力と精神力を同時に回復させました。しかし、蓋が開いている状態のウェルチアースを飲んだ場合、強烈な眠気に襲われます。蓋が開いているウェルチアースを飲んだ対象者は、その場で眠りに落ちました。目が覚めると、対象者は漁船の上にいました。どこかに連れ去られてしまったようです。甲板にはエビが飛び交っていました。周りは一面の海で逃げることはできず、強制的にエビの漁業に参加することになります。